だが帝国との戦いは帝徳の手柄だ。協定も結局はダメだったしさ。うちの船もかなり沈められたよ。聞け、誇り高き海の民よ、思い起こせ、魂揺さぶる我らの旗を。伝説の建国船ガラディオン号が漂着し、リムサロミンサの礎が築かれたのが今から700年前。皆海洋と航海の神リムレーンに導かれ、海の民として生きてきた。メルウィブ提督の後ろ、リムサ・ロミンサの国旗を見てごらん。流線旗と呼ばれる模様だ。赤は犠牲となった仲間たちの血を、黒のロングシップは海賊船を意味しているんだよ。エオルゼアを侵略してきたガレマール帝国に対して、我々はグランドカンパニー国家団を結成した。5年前帝国とのカルテノーの戦いにおいても、直前にヒルフィル以下の海賊諸派と同盟関係を結び、ガラディオン協定を成立させ、共に戦いに挑んだ。海の民の底力を見せつけたのだ。しかし結果は皆が知っての通りだ。国家団、海賊勢力ともにカルテノでは多くの者が死んだ。自由のため、己の正義のために戦い、苦しくも丘の上で散っていった者たちに哀悼の意を。自由か、そう、人はみんな利己的さ。でもそれは蛮族だって同じはずだ。人と蛮族は根本的には何も違わないのだから。この5年、我々は決死の思いでリムサロミンサを復興してきた。第7霊祭の傷は深く、いまだ癒えきらない。そんな中、リムサロミンサは以前にも増して輝き、リムレーンのベールの名に恥じない都市へ復興を遂げることができた。しかし、この我々の努力を踏みにじろうとしている奴らがいる。万神リヴァイアさんを信奉するサハギン族がついに上陸した。マジかよ、サハギン族が。そして万神タイタンを信奉するコボルド族がオゴモロ山を出て南下してきている。この蛮族たちは今後のリムサロミンサの繁栄に大きな壁となって立ちふさがるだろう。さらにはガレマール帝国だ。帝国軍がリムサロミンサ領内に砦を築いた。全面衝突も時間の問題だ。リムサロミンサは今三方からの敵に囲まれている。しかるに国内に海賊問題を抱え、内部が一枚岩ではない。今まさに我々は嵐の中にいると言えよう。この嵐の中、我らが取るべき進路はただ一つ。蛮族、帝国を打ち払い、リムサロミンサが新たな世へ進むための航路を開くのみ。
そのためには第七霊祭の後分裂した海賊諸派と国家団が再び手を取り合い、冒険者と共に一丸となって困難に立ち向かうほかない。不可能は人が作り出すもの、返せば可能もまた人が作り出すもの。誇り高き海の民よ、その力、その技術、その知識を今一度集結せよ。我々は一つ神躯の旗のもとに生きる憤慶の友である。提督万歳。早速野郎どもを集めなきゃな。おお、陣がたぎるぜ。俺は提督についていくぜ。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。あの冒険者はどこの国のグランドカンパニーを選ぶんだろうね。いずれにしてもこれで世界は動き始める。アルフィノ、あなた本当にこれでいいと思ってる？どういうことだい、アリゼ。各国の演説を聞いたでしょ。どの国も自分の国の問題と綺麗事ばかり。原因を深く調べるでもなく、まるで第七霊祭なんて忘れてしまったかのよう。確かに綺麗事だったかもしれないがね。気づいたかい、アリゼ。各国の名手たちは光の戦士たちを引き合いに出さなかった。光の戦士たちは第七霊祭からエオルゼアを救った英雄だ。その英雄を出さなかったということは、各国がそれぞれに自立を模索しているということ。このエオルゼアは霊祭で深く傷ついた。それでもどの国も明日へ向かって歩み出している。万族万神、エオルゼアにはまだまだ問題が山積みだ。各国のグランドカンパニー、そして暁の決明、彼らはその問題を解決する鍵だよ。いいかい、アリゼ。明日のために、未来のために、第七霊祭は過去にしなければならないんだよ。おじい様はあんな奴らに未来を託したわけでも、組織を残
残したわけでもないわ。私は私のやり方で世界の明日を見つけてみせます。お互い目指すところは同じはずだ。いつの日か分かり合える日も来るよ。だといいわね。あ、お嬢様、お待ちください。無理にでも分かり合わないといけないのさ。それが僕たち軽米の宿命なんだから。それに鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を知りたくもない真相を閉じるにもまた鍵は必要なのさ。